さあやっていこう。広島カープ優勝から一夜明け、やっていきましょう。焼き尽く実況パート6でございます。こちら現実の広島カープはね、セリーグのペナントを制覇したけれども、こちらはまだペナント始まったばかり、5月のカープでございます。現時点で順位は2位ということでね、ファイターズから返事を待ってると。雨か、何もできんな、こりゃ。チケットサイドビジネス立てる、勝ちたいわけであって、正直ここでなんか何か垂れたところで回収できんよね、費用をね。立てているけれどもって感じだな。テーマパークも立てれんしね。多分回収できんわ。1年では回収できない。確実に効果のあるやつだけ作れるぐらいだったらいいけどね。まあ行きましょう。タンタンタンと20分ぐらいでね、なんとか一月を過ごしていきたい。先発は一番調子いいやつ、ウルソー投げられんな、山内だな。ちょっと山内これ微妙に赤くない？あ、そうだ、あの固まっちゃった。えいっ、あの選手の情報とかね、つぶさにその、ウィキペディアとかでね探して、わからん、この選手は何してたっけみたいなところをね、あの言えたらいいかなと思ったんだけど、そういう準備をしてなかった。何の準備をしてなかった。 Google とかそのね、ブラウザを立ち上げて置いとかんことかな、調べられない。今一瞬ちょっと固まってたの、もしかしたらやらしい画面みたいなのがバーンと映し出されたの、そこどうしようかなと一瞬悩んでしまう。悩んだとこどうせやる。ちょっと待って、ディアスとチコ技のこの状況ダメかもしれんけど、洗いを出してみるか。ディアスの代わりにののガキを出してみるか。いや、キムタクの方がよくね。てか浅井を出してたな今。そら浅井出しますわ。面白いな、やっぱこの成績以上のものが出るよね。成績以上の何かが現れてる。いってみます。うい、大敗。この点の取られ方、何があった。7点、左フライ、春のライト前、ローズのスプ、全打、ここだ。ウルソ、調子のいいウルソを打たれまくったってことか。わからんな、調子のいい山内のやつですよ。アライチ一体どうだったの、実際どうだったの。野々垣は成績落としてるな。口でな、口出してみよう。きっと1本ぐらい打つでしょう。ひどい。誰だ、誰が打たれてる。まあフォアボールで崩れて山内はもうロンズルに値しないとしても、これだな、ひどいのは。広池、小山田、順位が4位まで後退したぞ。これだから、これだからペナントというのは面白いね。3連戦終わって全然状況が違うもんね。4月終わった段階では割といいじゃんって感じの位置につけてたと思うけど、3連戦でまあ一つは雨で流れたけど、2敗しちゃったらこうだもんな。グラウンドどうしよう。ちょっとミンチの調子上げるか。ミンチの調子を上げますか。みんなそこそこに練習させられるな。そこそこ練習させられる。打者の方はさ、調子上げなくていいのかな。やってるけど、なんとなく練習してるけど、なんとなく練習してる。
うやったってな。だらっと進めたって最後の一試合の実況をし始めたら、最後の一試合を見始めたら時間がすごい経つ。山内出したい。二人投げさせてボコボコに打たれた二人がなんか調子よくなってる。菊池原ちょっとディアスの調子がいまいち、菊池打ててないし、あえてでも菊池を出す。で、あとファーストのロペスより島の方がいいかな。1割5分のやつは信用できんな。連敗街道一直線。横山調子はすごくいいやつ。ウルソーひどくね、さっきから 5.51 9.64。 玉木以外の先発がひどいな。先発中継ぎが、中継ぎ陣がどうだこれは。打線は結構頑張ってるよな。投手成績ウルソーが0-0-0で、投手が0でいったのか。ちょっと中継ぎピッチャーちょっと休憩させた方がいいな。中継ぎの調子が落ちとる。それが成績に反映されてる気がする。タンタンタンっていきますよ。カーブ優勝の試合見てないんだよな実は。あれ勝ったんだみたいな、そんな感じでその優勝の一報を聞いてしまった。あれそうか、今日そういえば阪神と試合してたなみたいな感じでね、感動のシーンとか全然見れずじまいだった。何してたんだっけ、何してて見れなかったんだっけ。後悔ばかり募る。小山田、こいつ小山田と広池、あと誰だ、ボロボロに打ち込まれてるウルソー、そうやつどけ。小林海也も少しどうかな、ミンチとかあまりや、調子いいやつは練習してもよし、しかし調子悪いやつは練習するんだ。あとディアスどうしよう。ちなみにこちら田村の調子は BBB としか言いません。いい選手が欲しいな、いい外国人選手が獲得したいな。起爆剤になってくれるようなそんな選手が欲しいです。山内 OK。 一応ディアスの調子は復調気味かな。すげえな浅い打線は全然悪くない。打線はもう大きい。金本はちょっと不調なぐらいで、それではもう申し分ね、申し分なしと。ヒット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 で繋いでるね。1番か、今日金本が非常に調子いいね。3エラーだけど浅井を調子いいしね。まあもう悪くね。黒田、久しぶりに黒田先発です。よいしょ、全然ちゃんと投げてくれる。横山かな、 4.50 の横山に期待をするというのも酷な話かもしれないが、横山がよくねえな。そうだ、この時代はクライマックスシリーズっていうものがないから、3位に入ったからどうということはないよ。うん、3位に入ったからなんかってことはないね。優勝しなければ日本シリーズには出られない。尾形だけだな。誰か来て、誰も来ない。あ、グランダスの前にしとこう。ミンチが、金本の調子上げようと思ってたんだ、すっかり忘れた。山内いいよ、やっぱりうちの先発ピッチャーの中では。あ、高橋誰かしてない。ちょっと待ってくれ、東出の調子は絶不調。山内良くなかったよ。高橋、相手のスタメンが知りたい。分からんのか、試合までは。相手に左が多かったらね、打者成績
スワローズ左右右左左右右右か、まあ、右ピッチャーの方がいいような気がするけど、うるさ高橋はよく投げてる。久しぶりにミンチ投げなし見ますか。いや、ミンチ投げなし見ますか。打線が湿っとるな。ピッチャーはまあまあ頑張ってるな。6億すぐ金が貯まっていくぜ。鈴木隆久選手が1500試合出場を達成しました。これはトレードの申し込み。福地に森笠と渡辺を、サード誰だっけ、あ、チコワザ選手か、外せんな。森笠外野、これは受けられないね。福地そんなに評価高いんだ。まああれだな、福地はそうだ、考えてみや。まあちょっと待てよ。まあ、ちょっとできることで言えば施設の球場設備で、ちょっと芝生が傷んできたから、芝生の解決、芝生はあれしょ、あ、やべ、売金立てで中にいた。芝生を修理しよう。安いもんよ、800万円。安いもんよ。この世界では800万円など、はした金にすぎない。景気がいいね。景気がいい。調子落とし気味の選手ってのかな、練習中には分からんのがちょっと。まあ、そんなもんなんだろうな、実際に。誰かちょっと変えようかな、本当に。ダメなやつらを。こういうもうダメなやつだわ。こういうダメなやつだわ。ダメトリオね。ダメトリオのもう一曲がこいつだ。まあ、嘘は責められないか。中継ぎ陣がほんとひどい。ほんとひどい。福地ってもっと走らせていいの、もっときつい練習すればいいや、福地は。なぜならスランプはないから、足に。ロペスの調子、東出の調子、あとはチコワザ選手の調子、カメラはいや別に本当に、尾形の調子、金本の調子、笠井の調子、決めとけ、お前が練習しとけ、しっかり練習しとけ、いずれ出るわね。よく上がったね。福地の方もめっちゃ盗塁上がってる。待って、進めよう。もう13分。いや、ひと月分見せようと思ったら、5月分行こうと思ったらかなり駆け足だわ。ここ勝ちたいね。巨人との直接対決は勝たないと先が見えてこない。金本は復調気味だけど、浅井が落ちてきてるな。スコアト選手は相変わらずいいけど、新人を踊れる勢いでちょうどいい。横山打たれるな。黒田嘘で負けるな。山内、いやー最下位見えてきたな。5位、いやもう 実質最下位か。この3連敗は痛いぞ。打線は調子いいんだけど、ピッチャーだ今度は。山内がもうしこたま打ち込まれて、ジェームスも打たれて、ウルソーも打たれて、ヒロイケも打たれて、難しいな。1年目から優勝ってのはそんなにダメか俺はと。すげえ打線の調子が良くて勝ちまくってたような気がしたんだけど、7連敗まさに泥沼状態と。まさに泥沼状態なんだっけ。ああ、これはあれだ、貸したんだな、球場貸したんだ。
臨時収入。それよりもな、トレードが成功したか失敗したかが気になる。オーナー賞を与えてください。はいはい。あと1週か。ちょっとドキドキだな。インチあんま投げ出してないんだよな、結局。小林たまき。ランダ戦だな。この試合とか見れて実況できてたら面白かったかもね。山内。ナイス山内。高橋圭。勝った。3連勝。久しぶりの3連勝。首位とは 9.5 ゲーム差。9.5 ゲームは遠い。9.5 じゃないな。8.0 ゲーム差ですね。尾形だけだな。これ尾形を1番にした方がいいんじゃないかな。出塁率の高いセイバーマトリックスに配慮した打線を組んだ方がいいかもしれない。外国人選手を全然連れてきてくれんな。それもようねえよ。うちのチームにおきましてはそれもよくないです。1軍2軍、特にひでえやつ。小山だ。配置転換だ。川口を前に。まあこれでいいでしょうな。それもう野手が足りねえんだな。うち2人も足りねえんだな。あと打順、尾形を1番にして、出塁率の高い打者が今、ちょっと調子落としてるな。小技を上に、ディアスを4番に置いて、金本を、小山を3番、違う、逆だ。金本を5番に置いて、浅井を3番、1、2、こうだな。ちょっと東出が弱いけど、東出の代わりになるような選手はあまりないな。こうでしょ。レフト浅井、ライト三塁新井が調子いい。まあ地小技の調子が悪かったら変えるって感じかな。ライト調子というか、そのあれが落ちてたら、調子が落ちてたら変えるって形にしよう。とにかく横山がさ、成績の割に結果を出してくんないんだよね。ミンチボロ勝ち。一番安定感あるのは誰だろう。高橋健か。高橋健が安定感あるな、うちでは。まあいいでしょう。2つ勝てた。勝ち越せたこのカード。テレレレレレレ。山内の5勝が1番だな。最多勝だけ狙いに行くなら、山内を投げさしまくれば最多勝取れるかもしれない。成功した。トレード成功。サンキューガッツオズボーン。すげえオズボーン。どうすりゃいいんだこりゃ。ロペス出したんだっけ。どういうトレードだったかもあんま覚えてねえ。ああ年なんね、オズボーンは。もうずっと調整でいいや。そしたら年なんね。
サイン球感が低い。あれ、ロペスさんも置いてんのか。そうか、俺の今の作戦を思い出した。そういえば今作戦をふと思い出した。どのような作戦を企てていたのか今思い出した。あ、チコワダ選手はちょっと調子とかいう状況じゃねえわ。長打。思い出しました。動画の感覚が入れたから忘れたけど、なぜこの小笠原を取ったのか思い出したよ。うわー、投手すっかすかに。川内と長谷川を上げます。お任せい。玉木は任せですよ。すげえラインナップ。左が、ちょっと待ってよ、あの、いいか、内原を勝手に変えちゃったか。木村拓哉と浅いですね。残念ながら浅いかな。キャッチャー木村と言いたいところだが、キャッチャー小笠原です。つまりここのところにロペス、そして打順、守備をロペスと小笠原交代。小笠原を4番に置くと、4番小笠原、すげえ。で、打率の高い小笠原を1番に置き、オズボーンもこれもかなりの高打力。金本は打力よし、こうこうこうと。ダブルチャンス打線組めるね、組めるね。ここを1番と見立てて、ここを1番と見立てて、2番金子、3番ロペス、4番チコワザという意味のない、意味ないな、これ。だったらこっちにした方がいい。普通に組んだ方がいい。右、左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 が3に続く。が、まあいいわ。左、右。まあ一番この中で打力ねえのはチコワザだな。レフト金本、ライト浅いになってるから守備を変えると。よし、オッケー。ちょっとこれで試合見たいでしょう。23分来てるな。じゃあここまでにします。とりあえず今日はここまでじゃねえわ。今日はここまでとか言って試合も見ないでいいわ。見ようと思ったけど、まあ見てもしょうがない。こんな、あの、中頃の試合、5月下旬の試合を見てもしょうがなかろう。ナイスですね。黒だ。完封。これだけ強化したのに完封負け。完封。これだけ強化したのに完封負け。山内だけ勝った。打撃成績。オズボーンが3打数1安打1本、3割3分3厘。小笠原も3打数2安打。まあまあ、なんか滑りでしたな。特に、しかし今2勝10敗が見えたな。巨人戦に負けすぎだ。何が足りんだろう。絶対的にエースかな。山内はいいんだけどな。ということでここまでにします。成績表チチン。7連敗小笠原獲得、売店を継続、評価は B。 ということでした。パート
6でいいんけ。チェックさせてくれ。焼き付け実況のパート、この時間いらねえな。パート7か。パート7でした。じゃあ次回、パート8でまたお会いしましょう。